日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。11月13日に電気技術者試験センター様から令和6年度電気技術者試験の日程が発表されました。今年は発表早かったですね。まあそれもですね、実はあの今回なんと第一種電気工事師が年2回受験可能になるという非常に大きな変更があったので、まあ、その関係でかなり早い発表になったのかなと思います。ぜひこの動画ですね、最後までご視聴いただければと思います。 まずこの動画の流れなんですけども、このような流れで進めていきたいと思います。まずはですね、CBT 方式と筆記方式というところからご説明したいと思います。令和5年からですね、すでに導入はされてるんですけども、電気工事士の学科試験、あと電験3種ですね、こちらについては CBT 方式と筆記方式、どちらかを選択して受験するという形になっています。 で、この CBT 方式というのは、パソコンで受験して、一人一人問題が異なるんですね。で、それに対しまして、筆記方式っていうのは、従来のマークシートの方式で、まあ、同じ日時に会場に集まって受験しますので、全員共通の問題になっています。この CBT 方式の大きな特徴なんですけども、このある一定の期間ですね、 でまあ、あの試験によって違うんですけどもその期間内であれば、えー、試験会場と試験日時を、まあ、ご自身の都合に合わせて選択して受験可能なんですねで会場がです、ね、本当に全国に多数ありますので、まあ、今までですねなんか遠いところで受けなきゃいけなかったって人も、えー、ご自身の都合のいい場所で受け,受けられるよということなんですねあとは、えー、ご自身であらかじめ申し込みをするんですけどもその申し込んだ日の3日前までであれば 変更が可能なんですね。まあ、もちろん、あの、当日とかはもちろんダメなんですけども、まあ、比較的ですね、予定が変わってしまっても、まあ、臨機応変に対応しやすいかなというところになります。では、これ、どういうふうに申し込むのかっていうことなんですけども、まず、受験の申し込み自体は、CBT 方式だろうが、筆記方式だろうが変わりません。えー、従来通りの申し込みを行います。で、申し込みをした後に、えー、令和5年度は、 週間ぐらいだったと思うんですけども、その指定された期間内に CBT の会場申し込み手続きを行うんですね。まあ、これはまず、この段階での申し込みになるんですけども、それを行うことによって、じゃあ CBT 方式の申し込みですねと、受験ですねという形になります。で、この手続きというのは、マイページっていうのも全員作りますので、そのページ上から行うということになります。で、その他のポイントなんですけども、 この先ほど申し上げた、まあ、要は CBT 方式で受験しますよっていう申し込み期間内ですね。でその期間内であれば、やっぱり引き方式の方がいいやということで、えー、変更が可能です。ただ、この期間って本当にあの初めの方の1週間ちょっとぐらいなんで、結構短いんですね。なので、実質的には、えー、CBT で申し込んだらもう CBT で受けざるを得ないという形になるかなというところなんで、まあ、そこは注意をしてください。 で、もしこの CBT 方式ですね、えー、欠席してしまった場合、まあ、マックシートで受ければいいやってことはできませんので、えー、くれぐれもご注意いただければなと思います。まあ、詳細に関しましては、電気技術者試験センター様の方にお問い合わせください。ちなみに、どっちの方がいいのかっていうのはですね、まあ、きっとによるんですけども、第2種電気工事士の学科試験以外、要するに、第1種電気工事士と電験三種であれば、 まあ CBT の方がまあトータルデメリット大きいのかなと思います。まあただ人によってね違いますのでね。まあまたそれぞれですね申し込み開始になりましたら別の動画でご説明しますのでね、そちらで参考にしていただければと思います。それではですね、早速各試験の日程について見ていきたいと思います。まずは第二種電気工事士ですね。こちら紙木試験なんですけども受験の申し込みの受付が3月18日の月曜日から 4月8日の月曜日となっています。そして CBT 方式の受験期間が4月22日の月曜日から5月9日の木曜日までとなっています。まあ、ちょっと短めっちゃ短めですね。で、筆記方式の方は5月26日の日曜日になります。あの、全体的に言えるんですけども、筆記方式の方が試験日が遅いので、まあ、ゆっくり学習する期間は取れるかなっていう感じにはありますね。 で、技能試験はも,うもちろん CBT なんてできませんので、7月の20日土曜日、もしくは21日の日曜日となります。これどちらか選ぶんではなくて、えー、試験地ごとに日程が決められてしまいますので、もし受験する予定のある方は、これどちらも開けるようにしておいてください。これが上記試験になります。では続きまして、下記試験ですね。まず申し込みの受付が8月の19日の月曜日から9月5日の木曜日になります。 で、CBT 方式の受験に関しましては、9月20日の金曜日から10月の7日の月曜日ということになります。まあ、なので、初回の申し込みの大、申し込み日の1ヶ月後っていう感じですね。で、筆記方式の場合は、10月の27日日曜日ということになりますので、やはり結構期間空きますよね。で、議論に関しましては、これちょっと早まったかなっていう感じですね。12月の14日の土曜日、または15日の日曜日ということになっています。 はい。以上がですね、第2種電気工事士になります。まあ、これ年2回ですので、ええー、まあ2回、え両方受験可能です。で、ええー、電気工事士試験っていうのは、まあ学科試験に合格して、例えば技能に落ちてしまったっていう場合については、次の試験まで学科試験が免除になります。まあ、例えば、えー、令和6年度の上期に学科試験に合格して、で、技能に落ちてしまったっていう場合については、 下期試験は学科試験免除で受けられますので、逆に言うとこう連続して受けなければいけないのでご注意ください。まあ、もちろんね、1回の試験で学科技能両方変わるのが理想的ですね。さあ、それではですね、いよいよ、えー、令和6年度の目玉ですね。第1種電気工事士になります。なんとですね、上期下期の年2回になります。で、2回受験稼働になります。 あの、もう少しでもですね、受験機会を、機会を増やしたいっていうですね、狙いみたいなんですね。で、えー、まず、紙木試験なんですけども、これちょっと注意いただきたいのが、あのー、CBT 方式のみです。あの、神試験はですね。まあ、これは多分ですね、いろいろ事情があるんだろうなっていう気はするんですけども、あのー、マークシート方式の受験ができないんですね。ここだけちょっとご注意ください。で、申し込みがかなり早くてですね、2月9日ですね。 えの金曜日から2月の29日の木曜日までということで、かなり早い申し込みになります。そして、CBT 方式、これ期間がものすごく長いんですけども、4月1日の月曜日から5月9日の木曜日までとなっています。まあこれ要はですね、あの、筆記方式やらない代わりに期間が長いんですね。で、技能試験については7月の6日の土曜日という形になっています。これが第一種電気工事士の上期試験ですね。 で、あの、今年のですね、えー、下期令和5年度の下記に第2週受けている方は、ぜひですね、この第1種電気工事士の上記試験、受けてください。あの、第2種電気工事士の内容が、第1種電気工事士の試験範囲の半分ぐらい、まあ、半分以上ですかね。それぐらい占めてますので、ぜひ、えー、受けてください。あの、前まではですね、あの、令和6年度でいう下記試験の時しかなかったんで、えー、大きな変化ですね、これ、本当に。 はい。で、えー、じゃあ、下記試験はってことなんですけども、まあ、これは、あの、今年度ととどもんどん変わりません。ただ、受験申し込みが遅くなってます。えー、7月の29日の月曜日から8月の15日、木曜日ですね。で、CBT 方式の、えー、試験日が9月の2日月曜日から9月の19日の木曜日。で、下記については、えー、筆記方式あります。えー、10月の6日の日曜日ですね。 で、技能試験については、11月の24日日曜日ということになっています。技能早まりましたね、これね。はい。それで、えー、この、試験制度が変更になる年なんで、特例措置があります。あの、何かっていうと、令和5年度の試験で、要は今回の学科試験ですね。で、合格しました。で、えー、技能で不合格になってしまった方。はい。 この方については、あの特例措置という形で、この2回目の技能試験ですね。要するにあの1回学科を落ち合格して技能落ちてしまった、その次の2回目の技能試験については、上期と下期どちらかを選択して受験できます。まあ、要するに本来だったら、あの1年後ですね。1年後に技能試験なんで、元々はですね。 え、それが、ま、あの、制度の変更で半年後になるんですけども、まあ、その半年後に無理に受けなくてもいいよ、1年後でもいいよ、という形になっています。まあ、ただ、あの、わざわざ遅らせるメリットはないので、まあ、紙機に受けた方がいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、一応特例措置というのがありますので、え、これはま、覚えておいていただければな、ということになります。ま、これがですね、本当に大きな変更点ですね。 で、ちなみに、あの、第一種電気工事士についてですね、この CBT、紙系は CBT しかないよってことなんですけども、あの、正直、第一種電気工事士の学科試験であれば、あの、筆記方式じゃなくて CBT で、えー、別に不利益になることはほとんどないので、CBT で受けていただければいいのかなというふうに思います。第二種のですね、学科試験はちょっと、あの、CBT だと厳しい面がちょっとだけあるんですね。まあ、これはまた別の動画でご説明します。 はい。それではですね、いよいよ電検3種になります。こちらですね、紙記試験。これが、申し込みの受付が5月の20日、月曜日から6月の6日の木曜日となっております。で、学科試験、CBT 方式と筆記方式ありますけども、7月の4日から7月の28日、この間で CBT 方式が受けられますで。筆記方式については8月の18日、日曜日ということで、まあ、電検3種についてはですね、 CBT のメリットが実はかなり多いんですね、まあ、ただあのどうしても、えー、学習の期間が短くなってしまうのでそれはっていう方は喫緊方式になるんですけども CBT の方が点検採初は特にメリットは大きいですで下期に関しましては11月の11日から11月の28日この期間が申し込みの受付になっていますで学科試験についてはまず CBT 方式が令和7年ですね 7年の2月の6日から3月の2日で筆記方式が令和7年の3月の23日日曜日というふうになっておりますはいということで、えー、皆様、えー、以上ですね試験日程のご,ご説明いたしましたけどもまあ、ちょっとしつこくなりますけども本当にこの第一種電気工事士の制、えー、度変更は大きいですねはいということで、えー、今日程の方のご説明をいたしましたけども 詳細に関しましてはですね、電気技術者試験センター様のホームページでご確認いただければと思います。また、受験案内などの、ね、配布が始まりましたら、各試験の細かい内容がありますので、その情報が出次第、また動画の方でご説明いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。では、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。